皆さん、こんにちは。志保です。いきなりですが、今日はまず皆さんに質問があります。今日は何月何日でしょうか？今、何時ですか？あなたは何歳ですか？ちゃんと答えることはできましたか？今日のセミナーのテーマは数字です。日本語では同じ数字でも読み方が変わることがあります。だから間違える人も多いです。でも、数字は毎日使うものなので、今日は数字の読み方を一緒に勉強していきましょう。では、まず、ここに書いてある数字を読んでみましょう。私の後に続いて声に出して読んでみてください。じゃあ、いきますね。見えますか？よいしょ。じゃあ、まずこれです。0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、最後、10。ちゃんと読めましたか？では、またもう一つ質問です。今読んだ数字の中で、他にも読み方がある数字はどれでしょうか？正解はこれです。でれん。0、4、7、9。この4つですね。では、どんな読み方があるのか確認をしてみましょう。じゃあ、これを見てください。まず、0ですね。さっき読んだのはこの0です。他の読み方は、0、0と読みます。書くときは必ず礼儀と書きます。読むときも同じで OK です。いいです。でも、礼儀っていうのはちょっと読みにくい、言いにくいと思います。なので、読むときはこの下ですね。れ、れ、少し伸ばして言ってみると言いやすいと思います。では、次です。4ですね。さっき読んだのはこの4です。他の読み方は、し、よ、読みます。この「よ」っていうのは、時間とかお金などを表すときに使うことが多いです。は、次、これですね。7、
他の読み方は七と読みます。もう一つ最後です。九、これは九と読みます。では次は十から先のもう少し大きい数字を私の後に続いて読んでみましょう。では、これですね。はい、見えますか？よいしょ。では、これです。11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。ちゃんと読めましたか？では今読んだ数字の中で他にも読み方がある数字はどれだと思いますか？正解はこれですね。10、丸がついてるところです。14と17と19です。じゃあどうやって読むのか他の読み方も確認してみましょう。ちょっと字が小さいかな。まず14の他の読み方は14、17の他の読み方は17、19の他の読み方は19、19。では次は10ずつ数えてみましょう。じゃあまずここからですね。20、30、40、50、60、70、80、90、100。ちゃんと読めましたか？少しね、100とかちょっと言いにくいかもしれないですが、練習をしてみてください。では次は100ずつ数えてみましょう。100、200、300、400、500、600、700、800、900、1000。ちゃんと読めましたか？
では最後に1000ずつ数えてみましょう。ね。1000、2000、3000、4000、5000、6000、7000、8000、9000、1万。最後は1万ですからね、気をつけてくださいね。では、ここでまた、皆さんに、今度は皆さんに問題です。今、皆さんは、スーパーで買い物をしていて、レジでお金を払うところです。いくら払えばいいのか、金額を声に出して読んでみてください。では、まずはこれ。正解は324円。気をつけてほしいのは、もしこれ円がつかなかったら、ただの324っていう数字だったら、こっちですね、324ではなくて324になるので気をつけてください。では次、ちょっと難しくなります。正解は2160。どうですか？合ってましたか？では次、これはどうでしょう？正解は1015円。では次、ちょっと難しくなります。正解は4874円。では、次、難しくなりますよ。これが最後の問題です。頑張ってみてください。正解は81300円です。どうでしょうか？皆さん全部答えることできましたか？それともちょっと難しかったですか？どうでしょう？ですね。これ、数字はとてもよく使うものなので、自分で積極的に、自分で、数字を見たときに声に出して読んでみたりして、何度も何度も繰り返し練習をしてみてください。それでは、今日はこれで終わりにしたいと思います。皆さんどうもお疲れ様でした。さよなら。